折りたたみ式の将棋将棋とは、移動用の折りたたみ式下に腰掛け、木の板に足をつけた腰掛け。折りたたみ式の将棋は足を X 状に組み合わせ、上端に革や布を貼って座席とする。移動時は折りたたんで運搬する。明治初年の時点である、現海の将棋の項には折りたたみ式のみ説明がある。しかし近世でも、茶店の店先などに出す円台を、 将棋と呼称することが一般的であった。将棋の固形である小床は中国大陸から日本に伝わった。中華では古代日本と同じように椅子を用いず床に直接座る習慣があったが、関代には北方から小床が伝来し、宮廷から戦場まで広く普及した。東大には椅子の使用が始まったが、小床は携帯用座具として重宝され続けた。日本では 古くから用いられ、古墳時代の埴輪にも見られるほか、危機器や演技式にも、小床の故障で参見される。腰掛けようとして、長儀の際に武漢が用いたと記録にあり、後世には武家がや戦時に岩区内で用いるほか、高刈りでも利用された。日本では椅子の普及が明治に入ってからであるため、近世に至るまで広く使われ、現代でも神社や、 結婚式場などで使われている。ありがとうございます。